そうだね、脳みその時もしてましたよね。試合の種類がもう変わってきてるじゃないですか。そうだね、羨ましいですけどね。妙輪スキルってやつですよね。いつもと同じですね。もう同じ形に仕上げてくる、あいつの状態はいいです、はい、なるほどなるほど。アメリカで初試合なんですけど、教え子がというところで言うと自分は考えはあります。正直すごく考えはあります。ただ本人は気負わず、これも普通の試合だと思って臨んでるんで、もう今はその気持ちで、同じ気持ちになってます。はい。なんか変わったような気がしますよね、ちゃんとそこの部分とせめぎ合ってるのがいいと思います。緊張とかプレッシャーとか期待とかと、この状況とせめぎ合ってるのがいいと思います、ね、しかもなんか高ぶらずにちゃんと抑えてやってるのがいいと思います。ごまかしてない感じで、あとはオートで動くから、最初が大事。最初もこう前に乗るか、相手の出方も分かるし、なんかもうすっきりした感じ。いいかもしれんよ、もうやれることやってきた。俺も自分のこと信じるんだよ。